はい、今日はですね、大胸筋を大きくしていきたいなと思いまして、大事な種目っていうのがベンチプレスです。ベンチプレスなんですけども、いろいろなやり方があります。そのね、やり方を正しく身につけないと胸はでっかくなりません。ま、ステロイド使ってるんですけどね。そして次に大事なのが回数です。1回から5回、5回から12回、12回から30回、いろいろなね、筋肉の使われ方があるんですけども、一番やっぱり筋肉がつきやすい重量、回数っていうのが5回から12回できる重量がいいと言われております。ま、ステロイド使ってるんですけどね。胸の種目はもう1種目で十分です。私なんかはたったの10分しかやりません。やっぱり胸の種目とか筋トレ全体そうなんですけども、やりすぎはよくありませんからね。ま、ステロイド使ってるんですけどね。そして最後に一番大事になってくるのは食事ですね。そして私は食事プラスサプリメントも取っております。やっぱり筋トレをしたら食事、このセットは絶対に欠かせませんね。ま、ステロイド使ってるんですけどね。